ここは御殿山稲荷、また葛西城址とも浜松市東区葛西町にあります。明治29年、尾張の画工芝大泉が葛西に帰し、城址御殿山稲荷の復興に携わった。参道入り口の城址碑は大泉翁名の書で、明治33年に建てられたものである。長篠城址から3キロほど神佐川に沿って北上したところに、葛西肥後守、滝川房総内の地の石碑が建てられている。武田勝頼が設楽原の戦いに敗れ、戦場を脱してここまで来たとき馬が疲れて動かなくなってしまった。これを見た葛西肥後の上光秀が自分の馬を主君勝頼に勧め、自らは追っ手を食い止めるためにこの地に泊まり、徳川方の滝川助義と戦って討ち死にを遂げた。という話が伝えられている。滝川助義はこの時深手を負い、後日果てたので結果的に相討ちとなった。この葛西肥後の上光秀の城がここ葛西城であると言われている。城跡といっても稲荷社があるだけで遺構らしきものはなさそうである。静岡県境位の中世城間跡の対象には含まれていないので単なる伝承に過ぎないのか。光秀の戦死後、その中止の美談は後世に語り伝えられたが、葛西城は荒廃するに任せ、時とともに忘れ去られてしまった。その昔、葛西観音にあった百窟家が、御殿山へと移転され、その後宝永寺に移転する過程で残された4基が現在も残っている。平成22年に都市計画道路の整備に伴い、宝永寺にあった区碑はすべて、重厚沖縄のふるさと、豊西町寺内に、十個百窟家と改称して移転築造した。雲と晴あるいは雨とも降りしきて、神代の道に身をやつくさむ平田篤胤が思う方へ破行ぬかやりかな山書。夜はもろくめいて聖夜消しの花燕石。芝大泉は天保12年生まれ、名は柴田常次郎、別号に広斎、太梅、名仏庵がある。名古屋裏門前町でうどん屋、一六を営んでいた。幼い頃からがお好み、はじめ北花堂に学び、事情があって破門され、後に長月賞に師事した。はじめ広斎と合し、文久2年に長崎に行き3年して帰った。また木下一雲に従って南画を学び、諸国を遊歴して住居を定めず。放浪の末、明治43年11月26日、76歳の時に旅宿で死去した。ここは浄明寺浜松市東区浜松市葛西町にあります。室町末期に土豪葛西備後守貞明が開基となり創立された。
浄明寺という寺号もビンゴの神貞明の方号である。貞明院殿道営から取ったもの。本堂は江戸時代の後期に建てられた。入りもや造りで再建当時は草葺きであったが、明治に入って瓦に吹き替えられた。浄明寺の位牌堂正面に、江戸時代中期の姫路家中葛西左左衛門が先祖の霊を供養するために納めたものと言われ伝えられている。住職の奥さんもおっしゃっていた。貞明院殿、一心院殿尊儀と刻まれた位牌が祀られているが、その裏面には始皇万寿姫路家中葛西左左衛門と記されている。左高区碑。左高は文政元年9月6日没。弱い79。門人は彼の七回忌にあたる同7年9月。葡萄飲みこなしたり蹴り玉の色さ光。浄明寺の稲荷神社。この辺りは昔、森だった。そしていくつも、狐の穴があった。その狐の頭はいつも、紺がすり模様の着物を着た美しい娘に化けるので、おこんじょろう、と呼ばれていた。おこんじょろうは決して、悪いことはしない。お寺のためにお使いをする便利な狐だった。ある日、町の薬屋におこんじょろうが目薬の注文をしに来たので、薬屋がお寺に届けると和尚は、目薬は必要ない、と言う。どうも、和尚がお尻にできた種物が見えない、と言っていたのを聞き、見えない、の思い違いをしたようであった。そんな狐に親しみを持って金幸路、稲荷として祀っている。ここは大王寺浜松市東区大島町にあります。大瀬学校、明治6年4月上大瀬村、大王寺内に設立。豪林家、昔話、大王寺南の外れの畑に後、雨林堂がありました。山伏でも死んでその墓石ではないかと言われていて、僧林を建てた五輪の石塔であります。まだお堂が建てられていなかった頃、道端に立っていましたが、若者たちがいたずらに石塔を田の中に投げ込んでも、一夜にして元の場所に戻っていたと言われています。それだけにひどく欠けており、これを豪林と呼んでいます。この豪林様には、こんなお話が伝えられてきました。雨模様の夕方には、この豪林から火が出る。これを豪林火と言い、その火はあたかも提灯の火のようにぼーっとしていて、高さも人間が提灯を下げたくらいのところをふわりふわりと動いてくるのだそうです。それが葛西街道へ出て、東へ東へと行くと言われています。ここの土手が気になり、住職の奥さんに聞いてみた。区画整理の時出た。土ではないでしょうか。大王寺前の火が気になり、尋ねたら、住職の奥さん曰く、今のゴミ八珍の先祖の供養塔だそうです。